だ。なんだなんだ、肉が俺に反撃してきたぞ。先生、これロニーが射撃訓練してんだよ。庭の一角に射撃場があるからな。リスキオとの抗争も激しくなってきたし、万が一のために鍛えてるんだとよ。休日の朝から頑張るよな。何言ってんだよ、お前もここで寝てけばいいだろう。俺はお前の声だからな、どんな時でもそばにいて守ってやるぜ。これで安心して寝られるだろう。俺も安心して飯が食える。なんかすげえいい匂いがする。あったかくて気持ちいいな。なんだここやるけ。今やめろ、くすぐって。なあ、いい加減にしろ、くすぐってって言ってるだろ。たのお前なのか。たくん、起こすならもっと他の。じゃねえよ、なんでお前が俺のベッドにいるんだ。俺が無理やり連れ込んだってことか。ごめん。